格闘技の世界におけるエンターテインメントと倫理の狭間で議論が白熱している格闘技イベント BREAKINGDOWN の出場者が再び逮捕されネット上ではさまざまな声が飛び交っているその中でタレントであり格闘技関係者でもある武井武氏が犯罪行為を扱うコンテンツはエンターテインメントとは呼べないとの主張を行った BREAKINGDOWN は、喧嘩自慢や過激な挑発をリング外でも行うなど、過激な要素で知られる格闘技イベントである。しかし、その人気の裏側には出場者の逮捕者が多数存在しており、これが大きな社会問題となっている。大会の出場者が犯罪行為を繰り返すことで、格闘技界全体のイメージが損なわれる一方、 これを擁護する声も一部で上がっている。武井武氏は自身の経験を踏まえて犯罪行為を扱うコンテンツはエンターテイメントとは呼べないとの立場を表明した。彼は暴力や不法行為を扱い、それによって無法者に知名度を与えることでさらなる犯罪者を生み出すことについて深刻な懸念を示している。また、 ルールやモラルの欠如が視聴者を集めるための手段として使用されていることにも反対しておりこれらの行為が真のエンターテインメントとは異なるとの見解を示している武井武氏の発言に対し業界内からもさまざまな反応があったボクシングの元日本スーパーライト級王者である細川バレンタイン氏は犯罪を犯す人間をゴミだとまでは思わないが その繰り返し行われる犯罪行為に対して厳しい姿勢を示したまた格闘機会で活躍する久保勇太氏も真っ当に頑張っている選手や構成を目指している選手にとってこれらの事件は大きな迷惑であり特に子どもたちに悪影響を与えるとの懸念を表明している一方で BREAKINGDOWN の出場者からは異なる声も上がっている 彼らは他の格闘技団体でも逮捕者が出ていることや個人の責任であり他の出場者や運営に責任が及ぶものではないと主張している。さらに BREAKINGDOWN は人生を変える場であり最後のチャンスを提供する場でもあるとの意見も示されている。BREAKINGDOWN の出場者の逮捕が再び注目を集める中、 格闘議会全体がが直面してていいるるる問題について深く考える必要がある犯罪行為をエンターテインメントとして扱うことの是非やその影響を受ける子どもたちの将来についてより広範な議論が求められている武井武氏の主張が議論を呼び起こし業界内外で意見が分かれる中格闘技界は新たな方向性を模索する必要があるだろう。